日本近畿地方大阪府大阪市中央区土庄町。土庄町は大阪府大阪市中央区の町名。現行行政地名は土庄町1丁目から土庄町4丁目。船場の内北から5番目の町で、北は高来橋、伏見町、南は平野町、東は東横堀川を挟んで東高来橋、西は西横堀川跡の阪神高速1号。 環状線期待機を挟んで、西区江戸堀、京町堀と、それぞれ接する、製薬会社などが軒を連ねる、薬の町として知られる、1872年まで、現在の4丁目のうち、コレ筋ス人生は、古手町、西横堀川沿いは、七郎江門町2丁目という町名だった。江戸時代に、清やオランダからの輸入薬を一手に扱う、薬種問屋が店を出し、 幕府公認の株仲間、薬種仲買い仲間を結成する。また、教法7年には日本を産地とする薬を検査する。和薬種改め会所が設けられた。日本で商われる薬は、一旦土壌町に集まり、品質と目方を保証されて全国に流通していった。その関係で現在でも、製薬会社や薬品会社のオフィスが、土壌町通りの両側に多いことで知られている。武田薬品工業。 塩野義製薬、田辺三菱製薬が本社を構えている。薬種問屋には、小西のように、競技の医薬品でなく、化成品の道に進んだ企業もある。医薬品業界に関しては、外資系も近畿を拠点とするところが多く、バイエル、アストラゼネカ、P&G、イーラ・イリリーなどが挙げられる。土生町にある、スクナビコナノ神社は、薬の神様として、 安永9年に誕生された。人々はそれ以前から中国の薬神である神農を祀っていたため、双方を祀ることになった地元では少なびこなの命と、合志して神農さんと呼び、長く親しまれている。日本初の薬学専門学校が設置されたのも、土生町である。薬の土生町資料館土生町はなぜ薬の町と呼ばれるのかも、参照町名の由来は、この辺りに、 土生寺という寺院があったからとする説や、江戸時代初期に、北、山道治という薬学者がいたことにちなむとする説、江戸時代中頃まで、上町大地とす島との谷間にあたる土生町一丁目周辺が、土生谷と呼ばれていたことに由来するという説、本願寺の教助常人がこの地に、渡辺御堂という寺を建てたことから、多くの道州が住むようになり、道州が、 道を寒に変じたという説などがある。毎年11月23日に、少なびこなの神社の祭祀である神農祭があり、前日の11月22日が良い宮である。付近は大阪市の中心街でありオフィス街としての無機質な街並みに突如として、堺筋から御堂筋までのお祭りや大街が出現する。市街地ど真ん中であるため周囲はほとんど子供のいない地域であり、 屋台は大人向けの居酒屋的な屋台で占められており、その中に挟まれるように普通のお祭りらしい屋台が存在する。通りには土商町に本社やオフィスを構える製薬会社の製品が笹ささにぶら下げられ、11月23日は休日なので宵い宮はスーツ姿のサラリーマンや OL で遅くまで賑わいような雰囲気がある。 2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。小西家住宅地内に駅はなく、西側は地下鉄三動筋線の淀谷橋駅。東側は北浜駅が最寄り駅である。国道主要地方道、大阪府大阪市中央区の町庭、あざ一覧。 人口統計ラボ。2019年10月4日閲覧。AB、住民基本台帳人口。外国人人口。大阪市。2019年10月4日閲覧。AB、土壌町の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。 ABCDEFGH 山本舞、医薬を近代化した研究と、戦略不要処防出版、シリーズ情熱の日本経営史2010年、ISBN 978から4から 829504758PP20 から 25AB、平成7年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと、総務省統計局、 2019年8月16日へ閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。 2019年8月16日閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと総務省統計局。 2019年8月16日閲覧、郵便番号簿2018年度版、日本郵便。2019年6月10日閲覧、ありがとうございます。